藤村文夫に次ぐ2代目ミスタータイガースと呼ばれた選手村山実。1959年に大阪タイガースに入団するといきなりチームの柱として活躍し、最優秀防御率沢村賞を手にします。天覧試合で巨人長嶋茂雄氏にサヨナラ本塁打を浴びると、記録にも記憶にも残る名選手で、今も最高の投手の一人として語られています。今回はそんな2代目ミスタータイガース村山氏を紹介したいと思います。1936年12月10日兵庫県尼崎市に生まれ、住友工業高校から関西大学を卒業後、1959年に大阪タイガース、現在の阪神タイガースへ入団しました。フォークボールを武器として豪快な投球フォームで真っ向から打者に向かう姿は、人間機関車と呼ばれた陸上選手ザトペック氏に例えられ、ザトペック投法と呼ばれました。1959年4月14日の国鉄戦で初登板しました。相手の先発投手は後の400勝投手である金田正一氏で、この試合で村山氏は6回までノーヒットに抑え、9回2安打で完封勝利を飾ります。そこから村山氏はチームの柱として18勝10敗防御率 1.19 という大車輪の活躍で最優秀防御率のタイトルを獲得し、沢村賞にも選ばれました。しかし新人王は新人記録の31本塁打を打った桑田武氏に譲ったため、沢村賞を獲得しながら新人王を獲得できなかったという珍記録を作りました。6月25日昭和天皇が来られた天覧試合対巨人戦で長嶋氏にサヨナラホームランを浴びたことは、今でも伝説の名勝負として語り継がれています。それ以降は巨人、特に長嶋氏に対し闘争心をむき出しにし、投げ終わった後に両膝をつくぐらい力を込め勝負を挑み続けました。1962年に2回目の最優秀防御率で最優秀選手に、1965年と1966年には最多勝利と最多奪三振のタイトルを獲得し、2年連続沢村賞を受賞しました。1970年には33歳の若さで選手兼任監督に就任し、選手としてセ・リーグ記録として今も記録に残るシーズン防御率 0.98 で3回目の最優秀防御率を獲得しました。1972年開幕直後に監督を辞任、シーズンの残りを投手に専念して臨みましたが、結果は4勝6敗に終わり、その年限りで現役を引退しました。現役通算222勝は歴代13位で、背番号11は阪神の永久欠番になっています。1988年、1989年には再び阪神の監督を務めました。そして1993年野球殿堂入りを果たしました。村山氏は記録もそうですが、記憶に残る伝説の選手ミスタータイガースとしても語り継がれています。ミスタータイガースといえば初代は藤村文夫氏ですが、実は2人には一度だけ接点がありました。藤村氏の引退試合で村山氏は登板しています。これが初代ミスタータイガースと後に2代目を継ぐ2人が同時に出場した唯一の試合でした。そして村山氏と切り離すことができない選手として巨人の長嶋氏が挙げられます。それでは2人の数々の名勝負エピソードを紹介していきます。1958年、長嶋氏が巨人へ入団して以降、野球が国民的な人気を博すようになりました。同時に巨人長嶋茂雄という太陽を中心に日本のプロ野球は動き始めたといえます。そのことを象徴する試合といえば、1959年6月25日後楽園球場で行われた天覧試合です。阪神対巨人による伝統の一戦で、世界のホームラン王王貞治氏と長嶋氏の ON アベックホームラン第1号が飛び出した試合でもあります。その試合の9回裏、レフトポール際にサヨナラホームランを放ったのが長嶋氏であり、打たれたのが村山氏でした。後に村山氏は生涯にわたり、あれはファールやないかと言い続けました。天覧試合で、しかも村山氏が永遠のライバルと定めた長嶋氏が放ったプロ初のサヨナラホームランでもあり、その2つの事実がファールと言わせたのでしょう。相当な悔しさがあったはずですね。そして長嶋こそ巨人であり倒さねばならない男と強く決意したのでした。それ以来2人は真っ向勝負を繰り広げていきます。対戦成績は302打数85安打21本塁打39三振でした。村山氏は節目の通算1500奪三振を長嶋氏から取ると宣言し、長嶋氏はバンとしてでも絶対に三振しないと応戦しました。1966年6月8日宣言通り村山氏は長嶋氏から三振を取りました。実際の勝負は真っ向勝負で行われ、
長嶋氏はヘルメットが落ちるほどのフルスイングで応えました。ちなみに2000奪三振も見事に長嶋氏から奪っています。日本の高度成長期の大衆の流行語として巨人、大砲、卵焼きがあります。昭和時代、戦後期の日本の復興の象徴としてプロ野球があり、巨人が全盛期の時代でもありました。巨人は1950年代から常に上位を占める強豪チームであり、当時長嶋氏の他にスター選手王貞治氏がいました。そして1965年から1973年にかけて日本シリーズ9連覇、いわゆる V9 を成し遂げた黄金の時代でした。弟分として可愛がっていた江夏豊氏に対して、お前の相手は王、俺は長嶋やと言い放ち、自身の敵は長嶋氏だけといった姿勢を鮮明にします。巨人戦で自慢の一球をボールと判定されて猛抗議、退場となって号泣したこともありました。巨人が光を放てばそれだけ濃い影を背負い、そしてそれをバネに跳ね返していったのです。そんな村山氏ですが、1973年3月21日の巨人とのオープン戦が引退試合となりました。試合途中、最後のマウンドに上がるためブルペンから出ようとした村山氏を、江夏氏をはじめとした後輩投手たちが牙を組んでマウンドまで届ける場面もありました。そして最後の投球、受けるキャッチャー田淵幸一氏に、サインはなし、涙でサインなんか見えへんから全部フォークボールや、というセリフは今なお語り継がれています。王氏、そして末次谷尾氏、高田茂氏から3者連続三振を奪い、甲子園球場のマウンドに別れを告げました。村山氏は引退後、1988年に監督として阪神に復帰する前に会社員を経験しています。スポーツ用品メーカー SSK の佐々木恭三社長に誘われ、経験のない世界に飛び込み、さらに土日には野球解説者としての仕事もこなしました。実業家村山実として残りの人生を勝負したいと考えた村山氏は、阪神のエースという過去を利用することなく、自ら全国を駆け回りました。その後、村山氏は独立し、自らスポーツ用品の販売会社を設立しました。ちなみに大人気野球漫画巨人の星に登場する人気キャラクターの一人の花形満は、村山氏がモデルとなっています。さらに巨人の星には村山氏自身もキャラクターとして登場したこともあります。そういった意味でも阪神ファンはもちろん、巨人ファン、野球ファンから村山氏は愛された選手でした。選手としてはシーズン20勝以上を5度記録、戦後最高防御率 0.98 の記録保持者、最多勝利2回、最優秀防御率3回、最多奪三振2回、最高勝率1回、沢村賞3回、 MVP1 回、ベストナイン3回と数々のタイトルを獲得しました。そして長嶋氏との強烈なライバル関係で日本のプロ野球を盛り上げ、引退後も野球界だけでなく実業家としても大成功を収めました。記録にも記憶にも残る名選手、村山氏は伝説として永遠に語り継がれることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。